こんばんは、アメオトンです。ミストサバイバル。あそこに見えるのが私の車で、まあ怖かったんで、ここでセーブをしていたんですけども。あれ？なんか、ちょっとミスト臭を感じないかい？これ。え、ロード直後ミストってあり？これミストかな？あ、これミスト、ちょっと待って、いきなりか。ここ大丈夫かな？そんなことあるか。あらははは。目覚めてすぐミスト。なわけなんで、じゃあ、槍で。ちょっと寝ようかな。時間的にまだ、11時だから、ちょっと回ろうかと思ったんだけどね。また帰るにも早い時間だし、あと腹どうだい？ちょっとやべえか。今食ってる間にゾンビ来るかもな。喉やべえか。先飲んで、あと野党がまた来る可能性も、ああ濃くなった霧が。食べよう。来るかな。うわー、まあ大丈夫だと思うけどね、場所的にはね。すごい、まるで十字架のようじゃないか。あれはあれか、あの配電盤というか、その手のやつか。1時間来た。いた。ちゃう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 。あれ、あ、4か6押してたわ。4発?5発目次が倒した。鉄砲が2か。あんま撃たねばいいかな。来た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 。まあ、塩稼ごうぜ、塩。倒した。よし、寝よう。まあ、時間を、早く進めないと。ちょっと多くない？なんか。微動だにしない。これいるよね、まだね。ハマってんな。よし、寝よう。またアイテム消える前に回収したいんだが。いるな。倒した？もう一体。倒した。降りていい？アイテム回収したいんだけど。登るところここね、このタイヤ。ピャー！危ない。撃ってやる、この野郎。一発来ちゃうよね、音で。耳いいのね。まだ来た。プルプルしてる。もう一体来てんな。もう一体来た来た来た。どんどん来るよ。倒したそばからスポーンしてんのかな。もう来んなよ。アイテム回収させてえな。いっぱい持ってる。めちゃくちゃ持ってる。いやー、バチャバチャバチャバス。3と4じゃあ5。わーい、わーい、わーい。あーあああかんね、これ。どこで湧いてんだろう。なんか暗いそうな、俺も今俺暗いそうな手の振り方だったな。そこに見えんね、一体ね。いるいる。アイテム回収するときはせめて盾持っとこう。盾持って来ちゃった。
ちゃ投げるんじゃないんだ。まあ、盾持って気絶させて登れるような状態にしておりよ。来るね。また落としたよね今。消えちゃうよアイテム回収する前に。いた。当たんねえよな。でもちょっと霧晴れてきたかな、やっと。そうでもねえな。え、いるのこれ。ん？これ、イニシエのバグじゃなかろうな。なんかうめき声が一回消えなくなるっていうバグはあったよね。これ、それじゃね？よし、寝ようかな。晴れてきたね。いやー怖い。諦めよう、これ降りてアイテム回収は。いた。2体いるような声がしてるけど、多分こいつしかいないと思われる。来た。うわー終わらねー。あれ、なんか入り込んでる。その俺が今足場にしてるその下ってなんかくぼみがある感じか。入り込んじゃうね。倒した。これはバグっぽい。盾。ですよね。いないもんね。中にいるとか。怖っ。ガンパウダー。これバグだよね。わあ怖っ怖っ。さて、いやマジで車の中に湧いたっていう可能性あるな。まあそれはそれとして、走ってる時の声がするんだけど。やめてくんない？走ってる走ってる。声的には怖い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 。よし、とりあえずこいつらが消えるまでほっとこう。何を持っていくかっていうのはまた選定しないと。箱これまだいるのかな。怖っ。いいよね、そのうち消えていなくなるよね。びっくりした。で、まあ、野党を気をつけないといけねえんだけど、登れんのかい。まあ、この家の探索が終わって、で、まあ、すぐ帰る必要はない。まだ1時。ちょっと漁ったりしようか。なので、家漁りをしよう。まあ、こっちから行こうかな。あの家とかね。タイヤタイヤ。予備が欲しい。取れんのかい。あっちってなんだっけ。教会みたいなのなかったっけ。あれ、ここってもうあれだっけ、軍事拠点みたいなとこだっけ。そっかそっか。だよねだよね。で、ここにあった箱持ってったんだもんね。こっちの方は家行かなくて。やっぱりまずあの家を見よう。あと向こうに見えるガソリンスタンドの中とかね、まあ、スナイパーに撃たれる可能性もあるんだけど。あー、なんか懐かしい、あのコンテナ。そう、前はここが通れたんだよね。ここが通れて、こう、お、鉱石、鉱山にすぐに行けたんだよね。それができない。あ、家あるんだ。いるかなゾンビ。とりあえず登りたくなる。なんかあるかな。何もない。あった。
入ってんね。持ってこ。落とす。あれ、ちょっと、通れない。なぜに？なんか見えないものがあった、他に。やっぱ通れねえわ。カバンがあって、あの家いるかな、なんか。イネイっぽいな。いや、なんかやっぱ不気味、廃墟不気味だな、こんな明るいのに。ガレージか。暖炉がある。引っ越そうとしてたのかね、これ。ゾンビが発生した世界になって、こんなとこに住んでられねえよっつって出てこうと思ったのかな。斧、瓶があって、洗濯機、ラグ。こういう洗濯機の中とか、なんかね、お宝ありそうだけどね。寝室、絵が落ちてる。開く。これ、あ、キーピックだ。こんなのあるんだね。開かねえわ。ベランダに通じてるが、ベランダっていうのか、これ。なんつうんだろうね、これ。開放、丸開放なんだ。丸開放ってなんだ。おお、メットと弾、ありがたいね。メットって今どんな感じ。あと 20% アーマーもある。ちょっと待って待って、この引き出しにメット入ってたの。折りたたみ式かな。ショットガン、ソーイングキット、コンポーネント、ラグがあって、すげえマックっぽい。めっちゃくちゃマックっぽい。テレビ、ベガっぽい。ソニーベガっぽい。お風呂、これはないんだ。キッチンかな。空っぽ。塩とマッチ、しまってこようか。瓶がある。箱、基板、弾、あ、弾はスタックしない？するわ。塩、キーピック、いや、メットしまって、冷蔵庫、フルーツ缶、塩。これでまた干し肉が作れる。こんなとこもあったのか。釘、あった。おお、入ってる。どかせれば、そこのロッカーも。ダメか。2階はないのかな？あれ、同じような部屋だね。なもんか。ではもう一個の家、あれか、いるかな。野党も気をつけないとね。やっちね。
あそこがなくなれば通れるんだけどね。まあ、とりあえずこれで。気づかないのかな。プルプルしてんな。まあ。結構離れてても当たる。来た。3体で打ち止めか？ 2 階がある。2時か。まあ、余裕かな？塩。瓶と基板。基板ってスタックするっけ？する。2階にいたりする？大丈夫？行っていいかな？塩。いいね。ゾンビの体が持つ塩分かな？それは使いたくねえな。手袋って何すると減るんだろう。お、カバン。おー、不思議なセット。ちょっと置いてこよう。一回セーブしようかな、ここで。そっか、ロードしたから、またゾンビ復活してる可能性あるのか、あそこの。よし、運んで。怖えな。乗るか？乗った。まだ声聞こえたりして。大丈夫か？まあ、これは後でいいや。さっきの家をちゃんと漁ろう。時間的には14時。まだまだですね。ガソリンスタンドの上で寝てもいいし、食べ物もいっぱいあるから、まあ、今日中に帰らなくてもまあいいかなっていう感じではある。ずっと火花出てんな。上かな、あとは。盾持ってた方が基本的にはいいか。逃げるとき用にこう、気絶させて逃げるっていう手が取れるからね。基本装備、盾でいこう。おっと？いいね。そして2階。おっと？クローバーがある。開けます。開けたらゾンビとかやめてね。引きずった跡がある。何が起きたんだろうね、この部屋で。おっと、弾だ。リボルバー。ハンドガンの弾使い切っちゃったら次はリボルバー持っとくか。確か拠点に1個あったよね、1丁。なんもねえや。弾だけ今の。何もなし。あとは何もなし。不思議な形状してるよね、これ。それっぽいのに空っぽ。すごい、ベッドのマットが汚れてんな。何もなかったな。以上です。次向かうべきは他の。まず奥見に行ってみるか。コンテナ周りに何かあったかなと、しまってこう。瓶。斧。ガス缶持っとくべき。ロープ？なんで俺ロープ持ってきたんだろうな。ロープいいや。手袋。ピッケル作って旧鉱山行って少しだけアイアンオレを稼いで、無理やりスレッジハンマーを作るっていう手もありだな。ちょっと見えちゃいけないところが見えてる旧鉱山。あそこ、
行っちゃいけないってこともないよね、あれ。まあ、それはまた今度考えよう。ピッケル作ったらだね。どちらにしろピッケルがないと意味がないので。なんもないんだっけ、ここ。このコンテナ周りは。なんもねえのか。そっちは？街が続いてる？あんまり記憶にないんだが。あれ、なんか湖あんだっけ？あったなあ。あったあった。俺ここに浄水器置いた覚えがあるわ。ハンマー早く欲しいね。多分ずっと足んないのがね、コンポーネントとスクラップなので、それを早く集めないと。何もなし。木はいっぱいある。なんかありそう。コンポーネント、何もなし。リボルバー、これか。あ、違う、うん、交換になったぞ。これリボルバー、こっちはライフル弾か。これ似てるな。逆さまになってる感じ。ライフル、アサルト用、スナイパーライフル用、リボルバー用と。ややこしいな。教会ですね。ナイフ？教会に来てた人がゾンビ。あ、開かねえのか、これ。そっかそっか。こんなところに。あ、リボルバー。あー、持ってこうか。もう、カバン全部持ってこう。重いみたい。ガーマルチョバやっちゃう、ガーマルチョバ。ダメだ、重いみたいだ、これ。あ、マジで？え？あ、動いたわ。重くて動かないやつ。難しいな。中は入れない。こういうのが悪仕様にはまだなっていない。カバン、どっち方向行こう。落としちゃう。車があるね、いっぱい。あるある。ガソリンなし。ある、ちょっとしかないけど。忘れない。あるね。またいっぱいになっちまうぞ。マグナム、ナイフ、これいいか。斧もいいか。弾、うーん、マッチ、こんな感じで。なんかでもこれちょっと枠少ないね。8枠しかない。木箱は10枠あるし、なんかいろいろと差があるね。この辺ダメだわ。なんか俺の車か、あれ、見えんの。位置関係がよくわからねえが、まだ家あんな。あ、どうしよう。スタミナがちょっと減ってるけど、行ってくるか。カバン忘れそうだな、またな。いや、カバーあった方がいいのか。また入り口を塞いでやれるので、ちゃんと持ってこう。何時？15時になった。どこか安全な場所、やっぱりあれかな、貯水タワーっつうの、あれ、あれの上で寝るのが安全なのかな、一番。結構やっぱ街広いな。こっちあんまり覚えがねえよ、この辺。どうかな、いるかな。そこ開けるっていう手もあるけど。
とりあえず置いとく。空っぽ。ガソリンなし。向こうにもまた家がある。あらー、ちょっとあまり記憶にありませんので頑張って。おや、しゃがまないと入れない。音はしないかな。まあ向こうから入るか。落ちてる落ちてる。いるか。いなさそう。怖えな、いねえな。引き出しがない。何もなし。コンポーネントがいっぱいある。綺麗な棚だね。板？板とか持ってく必要あんまり感じねえが。そこは？開かない。開かない。で、これがこういうやつか。ここも、うん、なんかあるか、ここの先。開けてみるか。いった。まあ、今のところ声しないんで、開けたらゾンビとご対面ってことはないはずだ。ゲット？ゲット？枠空いてる？結構いっぱいいっぱい。まあ、かなりのアイテム集めてるからね、今のところ。集められてるというか。スポンジ。空っぽ。釘。釘がいっぱいあるから、これ帰ったら、ガソリンスタンドと、お、また増えた。トラックの上を重ねる。天空の架け橋を作りたい。なんもねえか。2階。確かここも、あれじゃない？クローバーで開けないといけないとこじゃない？ダメか。こことか。あ、違うわ。2階にもトイレがある。いいな。あ、全部開くわ。なんかこんな感じの家でクローバーで開ける。大量。開いちゃってる。以上か。じゃあ次の家行こう。時間は？もう16時になる。少し暗くなってきたかな。しまえねえんじゃ。さてどうしよう。あっちも見に行ってみようか。そろそろいそうだよね。いたね。この隙間。隙間どうかな、これ。はい。怖っ。とりあえず倒してアイテムをなんか全部持ってきて、この辺に置いとけば、ゾンビが復活することもないだろうよ。今回中になんか持って帰れなさそうなので。意外とリーチあるのね。え？回り込んでくるのかと思った。じゃあ帰っちゃった。嘘だろ？
っけ。ちょっと、ちょっとびっくりした。あ、そこ開いてたんだ。いや、通れねえんだけど。ちょっとなんかハマりそうな雰囲気する。やめよう。いやー、不思議な動きをするゾンビどもだ。2階に行けないようになってる。持てない。うーん、ここにちょっと置いていこうか。葉っぱ、芋、テープ、開けていい？開けたらゾンビとご対面やめてね。わお、何もないとか。あ、そういうこともあんのね。で、上はいけないと。無理やり行ったら何かあったりすんのかな。まな板がある。持てない。甲羅か、なんか置いてこう表に。板いいか。ビーフ缶食べちゃおう。あ、水が、喉がやばい。コーラ、食べる。肉硬いからかな、なんか食べるのやけに遅くない。瓶がいっぱい、なんもなし。以上か。よし、まあ、夕方なんで一回帰って基地を改造しようかな。こうなったからにはもういいよな。中見れる車もねえし、一旦帰るか。まあ、時間あるっしょ。よし、じゃあ帰ります。持てない。行こう。さて、道はどんな感じだったっけね。そっちだっけ。教会と湖を越えて車を止めていた場所へ。ガソリンスタンド回れなかったな。それが教会。なんでこれ電柱の周りにこういう鉄くずが巻かれてるんだろうか。あ、それは？お、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 持ってきたいな。持ってきたい。どうしよう。まずガソリンをもらおう。ここの枠が1個開けばな。カバン手に入んねえかな。あ、これ食えばいいか。バッテリー、よっしゃ。なんかね、そこ通れないようになってんのね、倒木があって。そっち側か。ちょっと足音がした気がしたが、気のせいのようだ。カバンが1個あったね。復活してんのかな、このゾンビ。ロードしたわけだし。声をしねえな。まあ、ちょっと夕方ですからね、気をつけないと。盾にしとこう。
そういえばあの上って俺見たっけ？なんかあるかな？空は青空だけど、夕日がもう見えてます。なんもなし。よし帰ろう。給水塔の上を見て、こうヒット率はなんか2割ぐらいかな、ありそうっつってあったことが5回に1回ぐらい。浮いてんな。乗るかな。これで許してくれるかどうかで、どのくらいこれ詰めるんだろう。意外と いけるぞ。これ大丈夫？これジブリ超えてない？行ってみようか。お、見えてない。浮いてるカバンがないということは、ちゃんと、あ、乗ってるわ。よし帰ろう。野党に気をつけようね。おっとっとっと、ババババババ、いたのね、いたのね、いた。ただちょはまって、うわー、セーブしときゃよかった。なんかパーツにダメージ負ったかな。画面が赤く染まったということは俺にダメージあった、はあ、俺にダメージじゃないけど、ボディーアーマー消えたわ。貫通してる。あ、エンジンかけてるからか。これパーセント見えねえな。 1.1% エンジン。うわあぶねえ。どっかに引っかかってたんだね今ね。うわあ、次撃たれたら車止まりそうだね。とりあえず帰ろう。でまたクマ倒して肉作ろう。あれそこだよね。なんか勝手に曲がるというか、ホワイトハウス、そこ赤い車もある。で、いつもの通りに出ると。次撃たれたらアウトだからな。あの町の方に行くときは、次は野党を退治してから行こう。それをするためにはスナイパーライフルが欲しいところだけど。撃つなよ撃つなよ撃つなよ。来た来た来た。ストップ。ちょい、できればそこに入った方が安全。ここ通った方が安全。クマいるかな。さて無事帰ってこれたところなんですけども、ちょっといい時間なんで一旦今回はここまでにしたいと思います。整理整頓しつつ、まあ、これを屋根の上に上げつつ、次回ここにね、天空の架け橋が作れたらいいね。あとクマ退治しなきゃ、星肉作んないとね。そんな感じでまた次回。それではまた。